それでは令和6年7月第1回の定例記者会見を始めます。では知事の方から発表項目お願いします。はい、こんにちは、7月の第1回の会見ご出席ありがとうございます。今日は4件用意をしておりますけれども、その前に福岡を置いたデスティネーションキャンペーンがですね、6月30日、4月1日から3ヶ月間ということで終了しました。たくさんの方にですね、県内の観光地に訪れていただきました。成果とか数字はちょっと また改めてですね、精査をして、ご報告をしたいと思いますが、この後ですね、9月の末まで、乗り降り自由な期間限定切符でありますとか、スタンプラリーということで、JR のですね、九州のご協力で、オフローというのが引き続き、JR の事業になりますけれども、行われます。このような事業、そしてまたさらにですね、豊かな海づくり大分大会でありますとか、来年の万博、そして宇佐神宮の1300年祭にこうつなげていきながらですね、大分の観光の振興を進めていきたいと思います。このですね、デスティネーションの間にも別府八斗温泉祭りとかですね、日田彦沿線の酒蔵巡りとか、宇佐の酒蔵祭りとか、佐伯のこうの町バルでありますとかです、またアルゲッチ音楽祭も非常にもう満席でありましたし、それと同じ時期に、将棋のですね、別府での開催もですねありまして、いろんな形で大変にぎわったなというふうに思っております。はい、これはまた改めてご説明をいたします。次に1点目でありますけれども、大雨への備えについてということで、動画を作成をいたしました。昨日もですね、雨が降りまして、山国川で一時氾濫危険水位近くまで行くなどですね、大気が非常に不安定な状況が続きました。梅雨明けというのが例年、平年は7月19日ぐらいですので、それまでの間ですね、まず、関係機関と連携をしながら、豪雨災害に備えていきたいというふうに思います。県民の皆様への呼びかけとしましてですね、平時から備えることの重要性ということで、動画を作りまして、配信をしておりますので、これがですね、災害への備えができているか気になる件というのが、今、市長官と間に合わんというのを訴える内容になっておりますので、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。はい。はい、このようなですね、CM 見ていただきましたら、また改めて、備蓄でありますとか、早めの避難とかですね、声かけをできるだけ平時からしていただきまして、備えていただきますようにお願いしたいと思います。ちなみにですね、6月30日からの雨の状況ですけど、被害としましては、最大避難者数が92世帯132人。中津日田由布ということでですね、住居家屋、日田市で5件の床上が1件、床下が4件というですね、被害がありました。そして道路の被害状況は32件ということでありまして、大変大きな被害とか、人が、被害に遭うようなですね、そういう状況というのはありませんでしたけれども、今回の雨でもこれぐらいのですね、被害が出ておりますので、引き続き備えをよろしくお願いしたいと思います。はい、2点目でありますが、新たな大分県長期総合計画と大分県行財政改革計画のパブリックコメントの実施についてであります。お配りしておりますですね、資料、まず最初が新たな大分県長期総合計画ということでありますけれども、これはですね、想定を上回っております人口減少などの変化を踏まえて、これまでの成果を継承しながら、大分県を新たなステージへと発展させていくということで、10年計画でありますけれども、県民会議を昨年の9月に設置をしまして、延べで16回会議を今まで開いております。
でその間、県民意識調査、あるいは高校生のオンライン調査など、あるいは地域の皆さんの意見を伺うなどしまして、素案を取りまとめました。まあ、基本目標に書いておりますのは、誰もが安心して元気に活躍できる大分県、そして知恵と努力が報われ、未来を創造できる大分県ということで、まあ、これらを実現させる取り組みを、安心元気未来創造ということで、まとめております。安心分野は、もうそこに書いてあるとおりなんですけれども、災害危機管理、能登半島の地震を踏まえた対策の強化など、環境保全ではグリーンアップ大分、そして子育てなど3つの日本一の取り組みということを継承しまして、障害者の分野では活躍日本一を目標に掲げまして、障害者自らの意思や希望、決定による多様な活躍を応援をしていくということにしております。で、元気の分野につきましては、まあ、人づくりということをですね、全庁を挙げて取り組むということにしてまして、農林水産業の分野では、園芸畜産の生産拡大など成長産業化、観光の分野では、世界に選ばれる大分、温泉県大分ということで、多様なツーリズムやインバウンドを推進して、持続可能な観光地域づくりに取り組むということにしております。それから未来創造の分野はですね、長久手段道路などの高規格道路、それから10年後のさらにその先を見据えた広域交通のネットワーク、2050年のカーボンニュートラルの実現、それから時代の要請に応えた GX、DX の導入、先端技術の活用というようなところを据えておりますし、また未来の大分を担うですね、教育、ここはやはり遠隔教育システムなどを活用して、県内どの地域でも多様で質の高い教育を受けられる環境ということで取り組みをしております。まあ、こうした取り組みを通じて、共生社会を置いた、誰もが生き生きと活躍できる社会、そして、県の内外から選ばれる大分を実現したいということで取り組みをしています。そしてですね、次にありますのが、県民意見の募集についてということで、パブリックコメントのですね、進め方を書いておりまして、それからその次のページですね、4ページ目が、新たな大分県行財政改革計画の概要であります。これは長期計画を支える上でもですね、持続可能な行財政基盤を構築するということが大変重要でございますし、まあ、これからやはりデジタル、先端技術を活用することによりまして、社会変革の実現に向けた取り組みを加速度的に進めていく、そして公共サービスの質を維持、向上させていくということであります。まあ、この計画につきましては、長期の方が10年なんですけど、この計画は5年間の計画ということになっておりまして、青のところから紫のところまでですね、ヘッドラインで書いてますけれども、5つ目標を掲げております。まずは青のところの県民目線に立ったデジタル社会の実現ということで、DX、それから福祉、保健、防災、農林、土木建築、教育などの公共性の高い分野の DX、そして事務の効率化等です、それからそのための人材の確保ということが1点目です。で、2つ目は、連携、協働による公共サービスの維持、向上ということで、市町村でありますとか、NPO と多様な主体と連携をしながら、広域、そして地域の課題の解決を図っていくというのが2点目であります。3点目はですね、代々のところの社会資本、公共施設の老朽化への対応ということで、まあ、長寿命化予防保全、そして、こういう問題をですね、戦略的に取り組むとともに、市町村のインフラの維持管理、そして、県有施設の有効活用、民間活力の活用等を進めてまいります。4つ目のですね、社会保障関係費の増加への対応につきましては、まず県民総ぐるみの健康づくり運動等によりまして、医療費のですね、増加をこう抑えていくと、適正化を図るということ、そして、高齢者の就労、社会参加の促進など、活躍できる場所を片方で作っていきますとともに、必要なですね、介護予防等の事業、DX 等も入れながら、さらに進めてまいります。最後に5つ目はですね、職員人材の確保、育成と働き方改革の推進ということでありまして、先ほどのような業務、また長期の業務を進めていくにあたりましても、
人材の確保育成、そしてデジタルの力を活用した働き方改革の推進によるさらなる生産性の向上というのが大事になってまいります。そのような取り組みをですね、進めていくために、そしてまた調経を安心劇未来創造をですね、進めていくためにも安定的な財政基盤をですね、このような取り組みを通じて確保していくということを考えております。でこれその次の紙が今度は行政改革推進計画の県民権の募集についてということでありますけれども、まあ、いずれもですね、7月31日までの1ヶ月間ということで、コメントをいただくということでありまして、県のホームページに素案すべてを掲載をしております。ご覧になっていただいてですね、ぜひご意見をいただきたいというふうに思います。それから合わせてですね、この期間中に部門の計画で環境基本計画と農林水産業振興計画というのを今、同じく同期間にパブリックコメントを募集をしておりますので、よろしくお願いいたします。ですね、明日ですね、この2つの計画につきましては詳細についてブリーフィングする時間を設けておりますので、またぜひご参加をいただければというふうに思います。はい、そして、次がですね、七夕縁日で縁結び、あと、知事公社という取り組みでございます。配布資料のですね、3枚目6ページ目をご覧になっていただきたいと思います。これは去年も行ったんですけれども、去年の様子が写真でちょっとちっちゃくついておりますけれども、今年もですね、結婚を希望する皆さんの出会いを応援するために7月7日14時から知事公舎で婚活イベント七夕縁日で縁結びを開催をします。昨年はですね、4組のカップルが男女各13人ずつだったんですけど、4組のカップルが誕生をしたと聞いております。で今回は、男女各40人の皆さんが参加をしまして、まあ、七夕ということでですね、思い出に残る一日になっていただければと思います。このイベントはですね、事務局が大分縁結び出会いサポートセンターというところで開催をしていただいておりますけれども、このですね、開催に加えまして、1400人の会員に向けました1対1のお見合いサポートもやっております。出会いの場をですね、幅を広げる AI マッチングなどを行ってまして、今までで、204組の成婚が出されておりまして、この7月7日のイベントの時にもそのうちの1組もですね、お招きして話していただくようなことも予定をしております。それから7ページ目ご覧になっていただきますとですね、それ以外も市町村でありますとか商工団体で主催する婚活イベントがたくさんあります。文豪のとかですね、佐伯の観光まちづくり佐伯とか商工会所とかですね、配布資料でお配りをしていると思いますけれども、まあ、このようなですね、事業を通じまして、結婚を希望される皆さんにですね、出会いの場を提供していきたいというふうに考えております。はい、これが4点目ですね。そして最後がですね、展示会のご紹介であります。今も福田平八郎展を行っておりますけれども、これは7月15日まででありますけど、大変ですね、好評でありまして、NHK の E テレの日曜美術館でも紹介いただきました。まだ15日まででありますので、ぜひですね、雲とか竹とかですね、さざ波というのが一応お配りしております資料のパンフレットになって、これがさざ波という題でありますけれども、まあ、それ以外にも非常に福田平八郎の魅力を存分に味わえますので、見ていただければと思います。ちなみに28日までに1万人の方がですね、ご来場いただいたということであります。そしてそれとですね、に続きまして、夏休み期間中の大分県立美術館の企画ということで2つご紹介したいと思います。一つはですね、パンフレットで虫展ってありますけど、7月13日から25日まで、8月の25日まで、
7月の13日から8月の25日まで、養老たけしと小檜山健二無視点というのを開催いたします。で、養老たけしさんはご存知の通りですね、解剖学で昆虫愛好家としても知られておりいらっしゃる方でありまして、この大場でですね、確かトークショーもやっていただけるようになっております。そして、小檜山健二さんはですね、無地のデジタル写真家でありまして、対象物のすべてにピントが合います深度合成技法という技法を駆使しまして、昆虫写真の新たな可能性を切り開いた方であります。深度合成技法といいますのは、焦点深度をですね、多い時には数百回変えまして、昆虫を撮影して焦点のあった部分だけをデジタル合成してですね、すべての部分に焦点があった一体の昆虫として表現する手法でございます。で、この展覧会、養老先生の言葉と小檜山先生の写真を通して驚きと不思議に満ちた虫の世界を、ご紹介するということで、大分昆虫同好会の皆さんのご協力によりまして、大分に生息する昆虫たちも紹介をする予定にしております。そして、もう一つがですね、広重と北斎であります。ちょっとお待ちくださいです。お、これはどっか行ってしまったな。すみません、失礼しました。7月の26日から9月の8日までですね、北斎と広重富嶽三十六景への挑戦、江戸東京博物館コレクションよりを開催いたします。葛飾北斎の方はもうご存知の富嶽三十六景ですね、初めに出版された36図と追加された10図を合わせた計46図からなる風景画シリーズということで、青を基調としました鮮烈な色彩と躍動感あふれる大胆な構図ということでありますけれども、新千円札の絵柄にも使用される神奈川沖波浦というのをはじめとしまして、会期中に期間を分けて全展が展示をされます。歌川広重の方は東海道53次のうちということで、江戸と京都を結んだ東海道53の宿場を描いた風景画でありまして、この中で富士山を描いた作品などは、広重による北斎作品への意識も感じられる、そういう作品もございます。この展覧会は、より踏み込んだ解釈によりまして、江戸東京博物館の貴重なコレクションを通じてですね、風景画で双璧をなす北斎と広重の挑戦をストーリーで展開すると、して、浮き彫りにするということを意図しております。この先ほどのですね、無視点と北斎広重という日本を代表する浮世絵の名作の2本立てで、行いまして、ぜひですね、夏休みを利用して子どもから大人まで、楽しんでいただければというふうに考えております。その他にですね、配布資料で先ほどちょっと冒頭申しましたお風呂をですね、これはこれ NHK の朝ですね、大地木さんと花丸さんがこう頭に出てますけど、このような取り組みでありますとか、それから報道していただいておりますけれども、熱中症の一時休憩所の設置でありますとかですね、あと食中毒の防止のための取り組みもちょうど7月にやっておりますし、また夏の事故ゼロ運動というのも7月12日か18日、一斉行動は12日と18日に行う予定にしております。それから最後にインターハイが始まりまして、これもしかしたらまた7月の半ばのをですね、会見でまたちょっとご紹介するかもしれませんけれども、一応北部九州ということで、大分県でもですね、ここの知事にありますような、競技が開催をされるということで、ございますので、これも合わせて配布をさせていただいております。はい、私の方から以上です。